全部同じ打点なんですよ。全部同じ打点、この3つ覚えておいて。だからスマッシュだから後ろに下がって早く打たなきゃとか、クリアだからちょっとサボっても高く打てるやんっていうことではなく、全部まず同じポジションで同じ打点で打ちます。で、ドロップはもちろん打点はね、頭より前のところで取って、あとはラケットを上から、シャトルの上からかぶせるだけ。シャトルがこうやって来た時にこうやって入ったらダメ。こういう風にシャトルの下から、シャトルの下から入るとゆるい、ちょっとね浮いてしまう。こうやって入っちゃうとこういうドロップになります。これもドロップでいいんだけど、読まれちゃった時にプッシュを打たれる可能性があるので、必ずシャトルのまず上からしっかりかぶせること。今ミスしたけど、今みたいにここ見といてね、シャトルの上からしっかりこうかぶせる、こういうドロップしか打てなくなっちゃうので、必ず下がること。あとは本当にラケットをかぶせるだけ。あ、上からかぶせて、you